立花の矢猿三郎は、落語の名跡。過去三代目まで存在しているが、現在は空位。三代目は、上方の落語家。三遊亭窓か朝市門上門。高崎線他にも三代目、正福亭窓か笑いの門下に、正福亭猿三郎がいる。初代、立花矢猿三郎から1886年8月8日は、幕末、明治期の落語家。本名、 林三之助。最初は、天狗連で、三之助ないし、夢三郎を名乗っていたという。苦労ととしては、幕末期四代目三、笑い亭コーラの門下になり三、笑い亭下九十、現時頃に朝寝坊夢タスく、師匠コーラが、幕府に爆弾を仕掛け後に捕獲され、佃島送りにされた、明治五年頃に、佃島で、コーラが、三遊亭窓川さんに、 手紙で荒木受けした、承諾した、縁や朝は、弟子として迎え入れ縁三郎の名を与えた。狭い寄せの講座では腰を据えたまま踊る、寄せ踊りが重宝された。縁三郎はその踊りが名人だったという。後に寄せ座り踊りの祖と称される。没後1898年に、供養のために、浅草土富天を祖師様の境内に、死、 縁朝の大事の踊り塚が混流された。座り踊りと窓か三郎の名は同門の朝字が継承した。弟子には立花の闇吉がいた。三代目立花屋縁三郎から1920年1月7日は明治末大正期の落語家。本名山本翔太郎。入門時期不明、明治30年代に七代目桂文治の門下で、 カツラダンサブロー1905年に、三遊亭マルコの門下で、三遊亭円座ブロー1908年8月頃、九州で巡業中、初代、カツラミスケの門下で、カツラ三笑いで奉還に、転身。1910年頃に、大阪に戻り、カツラ三章で、互い学派に、加入。1911年に、神戸の吉原派の寄せに、出演。 1912年10月に、初代、立花の窓かの門下で死の全名の三代目立花や、縁三郎を襲名した。得意ネタは、三枚気象、佐々木ばき、土橋万歳その他にも、電気踊りなどもやり、吉原派の人気者になった。ありがとうございます。